たたただだいいいままままご紹介いただきましししし山と申しますすよろしくお願いしますあの私は今あのここにもありますあの公共政策大学院というところにいますがもともとの本籍地はですね法学部法学政治学研究科というところであの政治学の中のま行政学という科目を担当していますあの、まあ、政治学というのはある意味ではその選挙とか政権交代とかですね あるいはまあ国際的に言うとそれこそ戦争とか革命とかですね、まあ、そういうある意味ではまあダイナミックな世界を扱う分野っていうのは一つあるわけですけども、まあ、私自身はその行政学だとかまあ政策学っていう分野で、まあ、もうちょっと地味な分野っていうかですねその日常的なその政策決定の在り方だったりあるいはあそこにおけるまあ変化のメカニズムのようなことをあの研究対象にしています、まあ、国内で言うとそれこそあのまあ行政改革とかですね地方文献 だとかをやってたりするっていうのがまあ我々の分野の一つの仕事のフィールドですけれども、まあある意味ではそういうその少し地味なですね観点からまあ国際関係の話も見てみようというのが私自身がやっていることであります。まあ同時にもう一つあの比較的あの技術系だったり科学だったり理系のですね方々と少しいろんなまあ共同研究をするような機会があって、まあ今日お話しすることも若干あの関わってきますけれども。 そのいろんな分野に関するリスクへの対応とかですねあるいはまあイノベーションを創出するための,その政策の話とかですね、まあ、そういうところも少し関わっております、まあ、そういう観点で今日はあは少しグローバルリスクガバナンスとその限界ということでお話をさせていただきたいというふうに思いますであのまずそのこの一番上に書いてることではあるんですけども まあすごくラフな話ですけれどもそのグローバルなある種の,その政府といいますかですねグローバルなガバナンス、まあ、政府なき政府政府なきガバナンス政府なき統治という言い方もしますけれどもある意味ではその分散的、分権的なそのグローバルなそのある種の政策対応のためのメカニズムってどういう仕組みになっているかといったときにです、ねまあ、しばしば言われるのがその機能的アプローチということが言われます。どういうういいことかというとかその分野ごとにですね そのある意味ではその分野に関係する人たちが集まって分野ごとにある意味ではその分野に即したです、ね、範囲で対応していくというのが機能的アプローチというやり方です。まあ後でもお話しますけれども例えばこの国際的な統治といいますか国際的な行政の歴史を見ていくとですね、まあ、いろんなところでいろんな仕組みができてくるんですね例えば歴史的に言うと19世紀言うとですね例えば河川の管理。 ですね、ドナウ川だとかそのライン川の河川の流域で枠組みができたりだとか、まあ、あるいはその農業についてはですね、まあ、ローマにあの最初1905年ぐらいだったと思いますけれども、まあ、日本語で,ここでバンコク農事協会っていうですねインターナショナルインスティュート・バー・アグリカルチャーってができたり、まあ後でお話しするような通信分野であれば ITU インターナショナルテレコミュニケーション・ユニオンっていうものが、まあ、あのジュネーブにできたりですね あるいは公衆衛生については公衆衛生国際事務局っていうのがですねそのパリにできたりするわけですね。でどういうことかっていうといろんなところが国関係する国々に集まってですねその組織を作っていろんなところに作っていくっていうイメージなわけですね。すごくラフな言い方をしますと例えば日本で言えばですね中央省庁は霞ヶ崎にあって厚生労働省も国土交通省も当然そこに集中しているわけですし。 それからその,そ,の、まあ、そこの大臣というのはですね、まあ、首相が任命してるわけですねところがまあ国際的な組織っていうのはですね機能ごとに関係者が集まって組織を作ってそ,それぞれ自分たちでですねその組織のトップを選びますから例えばそのいろんなまあ専門機関いわゆる例えば先ほどお話をした国際電気通信連合だったりあるいは、まあ、WHO っていうです、ね、世界保健機関っていうのが今 ジネーブにありますけれども、まあ、そういうところの別にヘッドっていうのはですね、それぞれ関係する国が集まって選んだのであってですね、別に国連事務総長に任命されたわけではないわけですね。まあ、そういう極めてまあある種分散的な秩序になっているというのが、まあこの機能的アプローチということになります。まあ,ある意味ではそういう枠組みの中で新しい課題ですね、今日はそのグローバルヘルスなりサイバーセキュリティなりっていうのを例としてお話をさせていただきますが、 そういう新しい課題ができてきた時にどう対応するのかあるいはそのどういう対応の限界があるのかだとかあるいはそういう中で,です、ね、そもそもグローバルなその秩序の在り方自身がどういうダイナミズムで変わるのかといったところのある一つの側面をです、ね、少しあのお話をさせていただきたいと思います。あああるる意味ではは国際秩序の部部分分明らかにに戦争によっっってて変わったっていう部分はあって 第一次大戦第二次大戦というのはすごく歴史的な大きな役割を果たしましたけれども必ずしもまあそうではないですねある種の秩序のまあ変化のメカニズムようなものも少しかいま見られるんではないかという、まあ、そういう観点で少しお話をさせていただきたいというふうに思いますその時にここではまあリスクへの対応ということをまあ一つテーマとしてあの素材として考えたいというふうに思うんですが実はそのリスクへの対応と考えた時にですね 必ずしもその今お話しした機能的アプローチというそれぞれつかさつかさで対応していくというだけではまあなかなかうまくいかないということがまあ現実に起こっているわけです。でその一つの側面はです、ね、例えばまあリスクといってもいろんな側面のリスクがあるわけです。でこれはすいませんちょっとあの英語になってますけども例えばそのリスクといってもですね例えば安全に関わる、まあ、いわゆるセーフティーに関するリスクというのがあります。 例えばあの、まあ、今回お話しするのでいうと、まあ、パブリックヘルス公衆衛生なんていうのはある種まあ安全に関わるリスクセーフティに関わるリスクですが、まあ、同時にしばしばそのセキュリティに関わるリスク安全保障に関わるリスクというのもあるわけです。例えばそのあるところで,です、ね。ある疾病が起こったけです。というのもあるわのでの感染症の問題なのかです。ね、 あるいはその誰かがバイオテロをやったのかっていうのはその現象だけでは実はよく分かんないわけでありまして実はそのセーフティーの問題ではなくてセキュリティーの問題なのかもしれないということがあります例えばそのセーフティーとセキュリティーっていうのはですね昔は比較的明確に分かれて組織化されてたんですけども実は今この重なってる部分がすごく増えてきてるわけですねその保健そのヘルスっていうのはまさにその一つの分野ですし 例えば考えてみてもですね例えば化学物質だとかあの原子力だとかですね例えば食品なんていうのもそれぞれ両方に関わる部分があるわけですねその食品安全っていうのもあれば食品のセキュリティそれこそ,そのあの食品テロみたいな話もあるわけなのでこういう設定の話も出てきますとそうするとある意味ではその機能的に言うとそれぞれ別の世界だったものが実はまあ重なってくる世界っていうのが出てきてですね そういういものをどう扱うかということがまあ一つのまあ課題になっているわけであります。でその時にその当然リスクという意味ではまあ共通面もあるわけですがいろいろ違う側面というのも出てきます。例えばその安全保障に関するリスクになると何がより重要になるかというとですね結局そのリスクがどのぐらいあるかっていうのはああの人の意図に関わってくるわけですねテロが起こるか起こらないかっていうのはかなりその人の意図の問題であって。 その客観的にですね例えば化学物質のリスクがどのぐらいかだとかあるいはその原子力のリスクが安全のリスクがどのぐらいだとかっていう形で,ですねある意味ではその定量的にデータを取るのが極めて難しい世界というのがあるわけでそういうその意図に関わる話をどうやって扱っていくのかということが出てきたりあるいはその安全保障の世界というのは相互作用の世界なんですね相手が自分を敵だと思っっててるかかどうかによってですね。 こっちがまた対応を変えていくっていくう、ある種の相互対応のダイナミズムの中でリスクが増えていったり減ったりするっていう、まあ、そういう世界なわけであります。その通常の例えば化学物質のリスクでこっちがどう思うかによってリスクが高まったり下がったりするってことは普通はないですね。ただまあこれも実はまあ踏み込んで考えてみるとですね例えばその化学物質を管理している人のいろんなまあその認識の問題だったり あるいはあ行動の問題が実は効いてくるってことを考えると実はまあ同じような問題はあるのかもしれませんけれども相対的にこれらの役割は違うわけです。でこのようにその対象となるものがまあ重なってくるというのも一つの変化ですしそれからまあ現実の現象の中でですねいろんな問題がまあ相互連関する複合的に相互連関するっていうことがまあ増えているわけです。 ある意味で一つの典型的な例はその福島の原発の事故の時でありましてあるリスクが別のリスクに転嫁してですねそれがいろんなリスクとしてある意味ではそのあのらせん状にですね拡大をしていくっていうまあそういうことが起こるわけですね例えばこの場合で言えば地震なり津波のリスクっていうのがありそれが原子力災害につながりそうすると放射線がまああの 広まりますので、まあ結果として食品がまあ汚染される。これも実際に汚染されるっていうのを部分と汚染されたというふうに認識をされるっていうことによって、いろんな人の行動は変わっていくっていう部分がありますし、あるいはまあ原子力災害の結果、そこの周辺に住んでいる人たちが避難をすると。で、しかしながら逆に避難をすることによるリスクっていうのもあるわけですね。実際にその高齢の方とかが批判することによって、逆に途中でいろんな健康上の問題に現れああの現れたりですね。 実際に亡くなれたという方もあるわけなので、避難が逆に健康リスクっていうのをも、ま、た、あ、らすっていう。まあ、こういうような、例えば、連関というのがあります。あるいは、その、今回お話しする感染症とかですね、サイバーというのも同じような問題があって。感染症が広がることによる、当然、その健康上のリスクというのがありますけれども。同時にですね、例えば、その感染症が広まる恐れがあるので。国境を閉じますということになると、人の往来というのが止まり。 結果としてその経済被害ということにつながる可能性もありますしあるいはまあサイバーの問題というのは単にそのサイバー自身の問題というよりかはですねそれによって例えばそのいわゆる重要インフラといわれるようなものが被害を受けるとエネルギーだったり水供給だったりとかです、ね、いろんなサービス提供に影響を及ぼしますと実はまあこういう相互作用というのは出てくるわけです。でこういういその 実は昨日ごとに一応分けたんだけども実はまあ相互に関連してくるようなです、ね、問題というのが起こって、まあ、それがです、ね、どういうふうに対応するのかということの中であ,あるいはその中で,です、ね、どういう新しい仕組みというのが、まあ、あの工夫されるのかということがです、ねまあ、問われてくるというのが、まあ、今日お話をしたいこと最初に少し抽象的ですけどもお話をするとまあこういうことになるわけであります。 で以下、まあ、少しそれぞれですねあの具体的にお話をしたいわけでありますけれども、まあ、最初はそのグローバルヘルス国際保健の例とですねそれから後でまでサイバーの例を少しお話をしたいというふうに思いますで特にグローバルヘルスについて言えば2014年からですね問題になったそのエボラ出血熱っていうあの西アフリカ諸国を襲った感染症に今どう対応するかというのはですね グローバルにも問題になり、かつそれに伴ってですね、いろんなあのアイディアが出てきたということもあるので、まあ、一つそこにですね、焦点を置いて少しお話をしたいと思います。でただ、それに先立ってです、ね、じゃあ,あの、国際保険の分野で、まあ、じゃあどういう形で国際的なその枠組みができてきたかという少し歴史的な話をですね、最初に前提としてお話をさせていただきたいというふうに思います。でこの、 国際保険の問題が重要になってきたのはです、ね、ある意味ではその物とか人の移動が増えてくるという話とセット当然ながらセットでありますでそういう意味で言うとその19世紀からです、ねまあ、議論になってくるわけで、まあ、当時の動易のルートだとか、まあ、巡礼のルートに沿ってです、ね、伝染病が入ってくるということで、まあ、それに対してどうやって対応するかということがまあ問題になってくるわけです。でただ、 この内線病が入って例えばじゃあそういうのを防止するために例えばその船の入港を禁止するのかだとかですね人の移動を止めるのかというのは、まあ、常に当然のことながら経済的利害と関わってくるわけであります。で、まあ、この頃のものを見ててもです、ね、しばしばそのその伝染病の防止手段のです、ね、有効性をめぐる論争っていうのは起きてきて。 例えばその船を止めようとしてもいやいやそんなことをしてもですね必ずしもその伝染病の拡散が止まるわけではないので無駄だという議論といやいやそれはやるべきだという議論が論争になるわけですね。例えばまあイギリスのようにその貿易立国をしている国にとっては、まあ、そもそもそういう手段は必ずしも有効ではないということをです、ね、かなりまあ強く言ったりするわけです。 でそういう意味ではその科学的知識っていうのはやはり重要で、まあ、当然どこまでやってもある種の不確実性は残るわけですけれどもそういう科学的なある意味ではその知識の基盤がない中ではですねなかなかその論争がです、ね、止まらずある種その対応が取られないということがですね、まあ、当初起こってたわけであります。それがある種に19世紀のです、ね、半ばから後半にかけての状況です。 でまあ、そういう中でもです、ね、そのいろんな枠組みを作ろうということで、まあ、いろんな議論がなされていて例えば一つは国際レベルではです、ね、その衛生会議というのが行われ、まあ、当時問題になっていたこれらとかです、ね、に対してどう対応するかという議論はまあずっとなされるわけですがなかなかまあ合意されずにです、ね、最終的に合意をされたのは1992年とかです、ね、93年のまあ段階になるわけであります。 この92年にベネチア会議っていうのができて対中東からのコレラというのがまあ一つ対象になりその後アジアから陸路、ね、にヨーロッパで来てたものが問題にされるっていうのはまあ93年で、まあ、この頃になんでまあ一定の合意ができたかという意味でいうとある種のまあ医学なり細菌学なりというものの発展というのが意味を持ったんだという、まあ、こういう議論というのがなされています。でそれ以前はなかなかグローバルな枠組みってのはできずにですね あくまでもその経由地であるような、まあ、個々の都市レベルでですね国際的に関与したような形で枠組みができるとそれがまあタンジールだったりアレクソンドリであったり、まあ、コンスタンチノープルだったりするわけですが、まあ、そういう個別の枠組みにとどまっていまたそれがまあ19世紀終わりにですねこういう枠組みができるようになったということでありますでそれをベースに1907年にですね先ほどもちょっとお話し,しましたが、まあ、パリにですね この国際衛星公衆事務局っていうのができるというのが国際的な最初の対応の枠組みであります。でその後はですねいろんな枠組みが作られるということになります。まあ、一つは面白いのはですねその第次大戦後に国際連盟っていうのが作られますけれどもその中にいくつか専門機関っていうのが作られます。まあ、経済財政に関する専門機関だとかその通信だとか運輸に関する専門機関っていうのはできるわけですが 同時にその中の一つとしてです、ね、この衛生機関ヘルスオーガナイゼーションというのができますでこれがまあ,あのもう一つの国際的な衛生に取り組むための枠組みというふうになっていくわけですでただまあこの見ていただくと分かるようにじゃあ国際衛生事務局とですね衛生機関っていうそのじゃあ関係はどうなんだっていうことは当然これできるとですね問題になってかなりまあ当初は管轄争いのようなことが起こりますでどっちが何をやるのかと。 といいうことででであるる意味ではその争いになるわけですが、まあ、最終的には1930年ぐらいにはですね、まあ、かなり墨分けができるようになりかつそれぞれの運営のための委員会のメンバーのですね、まあ、3分の2ぐらいが重なるという中で、まあ、それなりの秩序ができていくということになります。で第二次大戦後はですね今あるこの WHO というのが、まあ、そのジュネーブに設置をされるということとあとまあここでは書きませんでしたが 実はその今、まあ国連の中に今ユニセフという機関がありますけれども子どもの,その衛生等にですね関心を持ってむしろ現場でですねそのいろんなオペレーションをするというまあそういう組織がありますが実はそのユニセフに比較的人的につながっていくのはこの国際連盟の衛生機関の方だったりするというまあそういうような形でですねその国際保険に関する枠組みというのはまあできてきたわけであります。 でそういう中であの従来あった大きな枠組みっていうのはですねそのいろんなその伝染病等が発生した時に,発生した時にその発生に関する情報をですねどうやって早く関係国間でシェアをしてその上で各国で対応できるようにするかというのが国際的な保健の枠組みの主要な役割だったわけでそのためのルールとしてですね 当初 WHO の中に ISR という国際衛生規則が作られますしその後65年61年にはです、ね、これがまあインターナショナルヘルス・レギュレーションと国際保健規則というものにまあ変わってです、ね、そのお実施をされてきたわけでありますただしまあこの枠組みというのはいろんな限界があってです、ね、例えば対象となっていた疾病というのはです、ね、そのコレラ、ペスト、黄熱等に限られていたと。 ことももああって必ずしもまあ十分な枠組みではなかったわけですでえ実はまあこれがですね変わったのはま2005年でありまして実は後でお話しするような事情もありその20世紀の末からまあずっといろいろ議論なされてきたわけですが2005年にですねこの国際保険規則というのがまあ大規模に改定をされますでそれでできた枠組みっていうのがですねこのオールハザードアプローチというものであります。 これ先ほども少し申し上げたように、その例えばある事象が起こったときね、これがまあテロによるバイオテロなのかです、ね、あるいは生物テロなのかです、ね、あるいはこれがです、ね、その感染症がまあ自然に起こったものなのかというのは、実は、まあ、あの発生事象だけからはまあ判断つかないわけであります。そうするといかなる情報であってもです、ね、すべてあの対象として潜在的には考えなきゃいけないということになりますので。 それを指すのがですねこのオールハザードアプローチということでありますつまりその人為か自然天然かを問わず対象にするというのが一つの側面ですでもう一つは先ほどお話ししたようにその従来はですね対象となる疾病っていうのは限定してた3つに限定してたわけですけども、まあ、そうではなくて、まあ、そういう面でもまあ拡大をするというのがまあもう一つの側面でありましてそういうその横断的な事象を対象にするですね、まあ、こういうその オーールハザードアプローチというのが取られるようになったというのがまあ一つの,あの変化だったわけでありますでその背景にはですねその先ほどのお話からもあの考え想定できると思いますけれども実はまあ国際保険とですねその安全保障との,まああの関係の進展という部分があります。 例えばその安全保障上のです、ね、ネットワークというものがいろんな公衆衛生上の情報を集める上でも重要になってくるということがありまして例えばこれはアメリカの中でのシステムですけどもこのグローバルエマージングインフェクションサーベイランスアンドリスポンスシステムというのはです、ね、アメリカの軍を中心に持っていたようなネットワークというのが実はこれもです、ね、その公衆衛生のための情報源として重要だということで使われるようになってきたということがあります。 で当然ここは逆もあるわけなのでその安全保障のサイドから見てもです、ね、その公衆衛生上の情報というのをなるべくシェアをしたいということが出てきて、まあ、そういうことで,です、ね、いろんな交流が進んでいたということが先ほどのようなオールハザードアプローチということが取られる前提であるわけですただこれはです、ね、言うのは安くなかなか実施するのは難しいというところがあって例えばそのある情報を集めるときにですね <laughs> 中立的なその公衆衛生の機関だからと思って情報を出してたんだけども実はそれが安全保障の方に筒抜けだということになるとです、ねまあ、だったら情報を出さないということも当然ありうるわけなので実はこの連関してくるので全部まとめて一緒にやりましょうっていってうまくいくかというと必ずしもそうではなくてそこは一体どういう情報をどこまで共有するのかというのはです、ね、実はまあこれは結構いろいろ細かなルールを作って対応するということをまああの求められると。 いうことになったということがあります。まあいずれにしろこういうオールハザードアプローチってのを取り出したっていうのは一つの変化であります。それからもう一つはですね、まあ従来はそれぞれの国が持っている情報を国際的に共有しましょうっていうことだけだったわけですけれども、いまあ、今や情報源はまあある種多様化するわけですね。例えばその NGO が持っている情報もありますし。 そのグローバルなです、ね、先ほどの安全保障のネットワークから収集される情報というのもあるのでそういうその他のソースからです、ね、情報を得られたきにそのダブルチェックをすると例えばどこどこの国でこういうことが起こってるらしいという情報が出てきた時にです、ね、じゃあどうなんですかということをその当該国にまあ紹介をするというこういうようなメカニズムというのがです、ねまあ、作られるということになってきたわけであります。 である意味ではそういうものを支えるメカニズムがです、ね、先ほどの場合によっては安全保障と連関したです、ね、情報収集のネットワークであったりあるいはそのむしろその公衆衛生のです、ね、専門家のネットワークでこれは必ずしもその国のネットワークというのではなくて、まあ、むしろ専門家間の独立したネットワークがです、ね、情報源になるというようなこともあるわけで。 まあこの五 o a l というふうに言われますかこのグローバルアウトブレイクアラートリスポンスネットワークというのがですね90年代にできていてまあこういったものが重要な情報源になっているわけです。例えばまあ有名な例で言うとですね2003年に中国で SARS というその感染症の事例がありましたけれどもあの時なかなか中国側というのはですね最初それが起こったってことを認めないわけですがこの五 o a l u のネットワーク等でですね入ってきた情報のベースに WHO ああの,のですね地域事務局とやり取りをしてまあそういう中でまあ中国がまあ態度を変えていったというようなこともあるわけなのでまあそういう意味でいうとその国だけではなくてこういうその専門家間のですねネットワークというものが実際に一定の役割を果たすというふうになっていったということであるわけです。でまあそういう中で起こった事例がですね2014年に起こったのがまあエボラ出血熱の事例ということになります。 で最初もともとは、まあ、既にその76年にですねスー発見されたのが最初の例と言われているようでありますけれども、まあ、今回の場合であるとですね2014年の3月にですね、まあ、あの西アフリカを中心に、まあ、あの発生し蔓延していくということになったということであります。で実際に、まあ、これががああ患者数とまあ死者数数と死ですが この2015年の3月の時点でもですね2万5000ぐらいのそのケースがあり1万人以上の死者が出たっていう、まあ、かなり大規模なです、ね、影響を持ったということであ,のある意味ではその極めて深刻に捉えられいろんな対応を求められたということになるわけです。で今もお話したように、まあ、最初感染がです、ね、発見されたのはこの2014年の3月の時点でですね そのギニアにおいて、まあその八十七名の感染でうち六十一名が死者ということを確認してたわけです。で当時はまだリベリアだとかシェアエラレオネはですねそれほど数は多くはないという状況であります。でまあこの一ヶ月後の時点でですね、まあ NGO であります国境なき医師団という MSF というのはですね、まあ、かなり感染拡大の可能性があるということでですね警告を発するわけですが。 なかなかその国際機関である WHO 等は対応しないということになりその中でですねその MSF は7月の時点でアウト・オブ・コントロールだということを言うわけですね。で最終的に例えば WHO 等が対応するのはこの8月の時点でありまして8月の時点にそのパブリック・ヘルス・エマージェンシー・オブ・インターナショナル・コンサーンっていう国際的な公衆衛生危機器だという、まあ、こういう認識を初めてしましてですね 対応のののためめプランというのを決めるわけであります。であるいはまあこの頃、主要国も関心を持ち出して、まあ、アメリカなんかもですねそのこの9月の段階では軍を派遣するっていうことをやるわけですが、まあ、これの一つの理由は8月の時点でですね自国の医者がリベリアでまあ感染をして帰国をしたとこともあって、まあ、こういう事例があるとですねそのある意味では政府っていうのはまあ注目をしてアクションを取るということであるわけです。でただ、まあ、 結局ここもです、ね、数か月の時差が空いてしまったということになります。で、その結果ですね、ある意味ではその状況っては極めて悪化して、まあ、最終的にはですね、この2014年の9月の19日にですね、エボラへの対応のために、このアンミアと言われますけれども、国連の部隊をまあ派遣をするということになったわけです。で、これはまあ,あの、単にその保健のための対応の部隊っていうよりかはですね、むしろ実際に中心になったのは、 安全保障系の人というかです、ね、例えばその平和維持軍だとか平和維持部隊に関わっていたような、まあ、そういう人たちがまあ中心になってまあ入っていくというです、ね、そういう意味でいうとかなりあのエスカレーションした対応というのをです、ね、こ,のこの9月の時点では取り、まあ、結果としてまあその後はです、ね、比較的状況は沈静化するということになるわけであります。ここれはは月にはまあ対応を取ったとということで、 ただし、まあ、この対応が遅れたということがあってです、ね、これはなんでなのかということは、同時代的にも課題になりましたし、その後、WHO の今後の在り方を議論する上でも大きなテーマになったわけであります。で、いろんなことが指摘されててです、ね、例えば WHO の,のモニタリングをするような部門というのがです、ね、特に2008年の金融危機後に予算を削減されて人が減ってたのが問題じゃないかとかですね。 いろんな議論がなされ、まあ、当時の,の WHO の事務局長だったチャンさんですが、まあ、あ WHO はまあ極めて厳しくまあ批判をされたと、まあ、それが正当化だどうだったかというのはまた別の問題なんですけれども、まあ、そういうことがまあ起こったわけでありますで今お話ししたように、まあ、最終的に遅れたわけですけれども9月の時点で,です、ね、安全保障理事会とそれからまあ国連の総会でですね ここのアアンンミミとといいううッショをを送るということを決めたわけですで。ちなみにこれは初めての事例でありまして安全保障理事会でですね健康危機の例がまあ取り上げられ実際にこれだけの大規模なですね部隊を送るというのは初めてでありますしその時の中心になった、まあ、担当者はですねむしろ PKO だとかそういうその安全保障系のことをやってた人がむしろヘッドになるそういう意味でいうとかなり その通常の国際保険をやってた人とは異質な人がですね、まあ、乗り込んでくるということになったわけです。で短期的には、まあ、いろんなその後ですね対応がなされ、まあ、いろんな関係者間で役割分担をするとかですねいう意味ではそれなりの対応ということになりますしそれからまあそのためのですねいろんなあの会議も開かれいろんなところがまあ連携して対応するようになります。例えばその実際にですね、 現場に物を届けるっていう極めて一見単純なロジスティックスですけども、まあ、そういうこともこういう事態の時には極めて重要で、まあ、そういう時にはですね例えば国連の中でも重要な役割を果たすのはこの WFP というやつでこれはあのワールドフードプログラムっていう世界食糧プログラムっていうですね、まあ、あの基金の時なんかに食料を運ぶ部隊ですけれども、まあ、ここはある意味で一番ロジスティックスを持っている組織でありまして こういったところがですねあの比較的大きな役割を果たすということになるわけであります。でじゃあそもそも何でですねこういうふうに対応が遅れたりこれだけ深刻な事態になったのかということですけどもいくつかのことというのが指摘をされています。一つははこのの三国国間といいいうう、ね、うう歴史的にも行き来が多かったという、まあ、そういう国境地域で、 かつ他方各,各国とも必ずしも十分注意が行き届かなかったというところもありますしそもそもベースとなる医療体制だったり公衆衛生のモニタリングの体制というのが必ずしも十分じゃなかったと,かです、ね、ということもありますただあ,のある意味ではあの、まあ、重要というかあの社会学的な面白いのはです、ね、例えばいろんな社会的な要因というのも聞いてきています。 例えばその何で広がったかという一つはですねそのある種の,その埋葬の時のそ,のそれぞれの社会の習慣のようなことというのがあって例えばその人が亡くなった時に水で清めてもそこに手を触れるというようなカルチャーがあったと言われていてそうするとその死者が触れるに従ってどん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 感染が広がっていくわけですね。こういうそのある意味ではその文化人類学的な知識があればある程度対応できたというものなのかもしれませんが。 先ほど言った予算が足りないということもあってですね、一時、その WHO なんかでも文化人類学者を入れるようなプログラムってやってたんですけども、そういうことがですね、できなかったのがためにむしろこういうその現場の埋葬習慣なんかのを理由にしてですね、広がったという部分があると言われています。あともう1つはこの3カ国の政府がですね、やっぱり信頼がなかったとっいうのは大きくてそうすると政府が言うとですね、むしろ逆に受け取られると。 で危機だというふうに伝えてもです、ね、それがまあ信用されないといったようなことがあってです、ねまあ、そういうようなことがある意味ではその拡大のまあ背景にあったんだというふうにまあ言われています。でそういう中でまあ,そのある種違った人たちを巻き込んだです、ね、アンミアっていうオペレーションはまあ一定の沈の静化ということでは効果はありますけれども、まあ、極めてコストもかかりましたし、まあ、いろんな副作用もあったというふうに言われています。 その保険のカルチャーとです、ね、その安全保障でかなりまあ文化が違うということもありますし、まあ、実際にいろんなあのものの,です、ね、その搬入なんかでもまあ相当無駄があったということがあって、まあ、ある意味ではまあ必要とされて安全保障問題化したんですけども本当にこういう対応が良かったのかというのはまあその後いろいろまあ問われるということになったわけです。で、まあ、そういうことを背景にです、ね、その後いろんなまああの報告書というのが出されます。 例えば WHO 自身ですねやはりその自分たちの関わりでですねいくつかの問題があったんじゃないかっていうことを指摘していて例えば先ほどお話をした国際保険規則っていうのがあってですね本来各国がちゃんと自らモニタリングできているはずなんだけれどもそういった能力っていうのは実は現実には欠けていたということが一つの問題だったりとかですねあとその最終的には国連本体が入ってきちゃったんだけれどもそうじゃなくて WHO 自身がですね 単にそのある種評価研究をするだけじゃなくて実際の現場に入ってオペレーションをやるようなですねそういう能力も必要なんじゃないかというようなことがまあ言われそれに基づいて一定のまあ組織改革っていうのがまあ提案をされます。で同時にですね、まあ、実はまあこのテーマっていうのはいろんなところで論じられていて WHO の中で論じられるだけではなくてですね国連の事務総長の下にパネルが作られたりだとか アメリカの,の IOM という医学研究所の中でも議論がされたりだとか、まあ、とうとうです、ね、国際的にも大学の議論がされたり、あるいは日本の中でもです、ね、どういう方向が必要なのかということを、まあ、あのちょうど当時、G7 サミットの準備過程にありましたので、まあ、議論するということが、まあ、いろんなところでなされたわけです。で確かにまあこの事例はです、ね、ある意味では早期に対応すればよかったのかもしれませんが ある意味ではあ,あの迅速に対応できなかったためにですね大きな問題になって安全保障問題にまさになってしまったわけですけども本来的に本当にそれが望ましいのかどうなのかっていうのは多分いろいろ議論があるところでありますまあこれはもうすいませんちょっと英語なんですけどもまあその対象となるですね事例に応じてですね対象となる事例がどのぐらいその厳しいものなのかそれほどじゃないのかあるいは 受入国側がです、ね、現地の国がどのぐらい能力が高いのか低いのかということによってです、ね、多分いろんなパターンがあって確かにまああの極めて厳しい事例で受け入れ国側に能力がなければです、ね、そういうその国連本体の介入ということも必要なんだろうけども、まあ、実はそうじゃない事例というのはま多分いろいろあるだろうといろんなまあ段階的なです、ね、対応が本来まあ可能になったんだろうというようなことがまああの議論されたわけであります。 でそういう中で結局何が行われたかというと、まあ、例えば WHO 自身はです、ね、先ほどもお話ししたようにその単にその伝染病のまあ情報収集なり評価をするだけではなくて一定の,その緊急事態用のです、ね、現場活動をできるようなプログラムを作ろうということで新しいプログラムを設置をして、まあ、そこにです、ね、先ほどお話ししたユニセフという若干少し違った文化のところのです、ね、人を連れてくることによって 対応しししし、よううというふうにしましたしあるいはその国際保険規則というものの現場への実施が不十分だという批判がかなり大きくありましたのでそれに対応するためにですね外部者を入れて共同評価をするという,うなことがなされるということになりますあるいはその先ほどの絵ではありませんがそのいろんな、まあ、対応のためのフェーズがあるだろうということで WHO からです、ね、一気にまあ国連本体の,その安全保障理事会が関与するんではなくてもの、まあの性格によってです、ね、いろんなまあ対応レベルを作るための仕掛けっていうのを作っていこうというようなことがです、ねまあ、その対応としてなされたというのがまあその後のプロセスということになります。で以上があの国際保険の例でありますけれども、まあ、少し簡単にです、ね、少し別の事例ということで あのサイバーセキュリティの事例というのも少しあの見てみたいというふうに思います。でこの、まあ、サイバーセキュリティの事例は、まあ、ある種の、まあ、通信に関わる事例であるわけですけれども、まあ、これもですね歴史的にはある種の機能的アプローチによる枠、まあ、組みというのがあの作られてきた分野であります。で1865年にですね最初この国際電信連合 ですね、今は電気通信ですが当時はまあ電信だけを対象にまず最初の国際的な枠組みというのができますちなみにこれはあの事務局を持ついわゆる行政連合っていうんですけどもそれとしては一番古いものでありまして国際組織としてはある意味では走りになるようなものでありましてそれに基づく枠組みというのができますでこの時のですね基本的な特徴というのはこの枠組みっていうのはですね各国のその郵便 あの各国の,その通信ですね特に当時、電信を担当している各省庁ですね、あのアドミストレーションと言われたんですが、主幹庁というですね、各省庁の集まりという性格の組織であります。正確に言うと、政府全体の集まりというよりかはですね、日本で言えば今は総務省ですし、昔は郵政省でなってありましたけれども、各国の郵政省が一緒になってあるっていう、まあ、そういうタイプの組織としてですね、 ITU 組織ができたわけでありますで他方ですね、まあ、今サイバーセキュリティが問題になっているのはまさにインターネットの世界でありますけれども、まあ、インターネットのある意味ではそのガバナンスっていうか仕組みっていうのはですねある種まあ対照的なカルチャーの中でできてきたというところがありますあの細かいことはここではあの触れませんけれども、まあ、いわゆるインターネットコミュニティって言われますけれども まあこういうところはですねむしろその個々の技術者だったり研究者だったりですね、まあ、そういう人たちがまあ組織を作って、まあ、そういうところでいろんなあのマネジメントをしていくということになります、まあ、例えばそのお一つの例を挙げればいわゆるそのインターネットのアドレスですねアドレスを管理するという組織もですね、まあ、当時はアメリカ当初はアメリカの機関が行ったわけですが、まあ、いろいろ議論はありましたが最終的にはですね ICAN といわれる、まあ、組織をですね民間法人を作ってそこはまあ管理をするという形に、まあ、現在なっているわけでありますでそのプロセスの中ではですね例えばその先ほどお話しした ITU っていう政府レベルの公的な機関に管理させろという、まあ、そういう議論もありましたけれども、まあ、そのインターネットの世界はですねやはり民間ベースだということになりその ICAN というものがまあ管理をするということになったわけです。 でその結果、例えば、まあ、組織としては面白いんですけれども、この ICAN という機関にはですね、ガバメントアドバイザリーコミッティっというのがあって、そして審議会みたいなものがあって、ですね、そこには政府代表が座るという、普通の組織だとですね、政府が審議会を作って、そこにいろんな民間のステークホルダーが座るというのがまあ普通の組織ですが、これは逆で民間組織のアドバイザリーコミッティにまに政府が座るという、ですね、まあ、こういったようなまあ面白い組織を作っていたというのがあります。そ、まあ、そういうい意味では、の違う まあ文化の世界にですね通信一般とまあインターネットがあったというのがまあ一つのまあ前提ということになります。でそこにまあある種サイバーセキュリティの問題っていうのがまあ大きく出てくるわけですね。そうすると大きな問題はですねその ITU の方からしてみると従来の通信であればまあ政府はそれなりに大きな役割を果たしてたわけですがそのセキュリティあのインターネットの世界はですねそんなに大きな役割を果たしてなかったわけですけれども。 ITU の側からすればある種そのセキュリティの問題っていうのはですね ITU がまあ関与するべき課題だということでですねその問題の性格からしていろいろ入っていきたいということでいろんなまあ試みをするということになります、まあ、例えばこの2003年から5年にかけてですね世界情報社会サミットというのが開かれてまあそこでインターネットに関わるセキュリティっていうことがまあ課題として議論できますしされますし まあそういった課題に対応するためにですね2007年にはこの ITU はグローバルサイバーセキュリティアジェンダーというのを作ってですねいくつかの具体的な対策というのを対応しますあの提案をしますただまあできることは限られててですね例えば各国がどのぐらいサイバーセキュリティに準備できて,きているのかというですねそういう指標を作ったりあるいはその各国がですね対応するためのガイドラインを作ったり あるいはまあ各国の状況に関するプロフィールっていうかですねデータを取ってその状況について可視化をするそれによって問題への対応を促すっていうですねまあそういうことではありますけれども一定の対応が取られますでまた後でもお話をしますけれどもその各国にですねこのコンピューターインシデントレスポンスティームっていうまあいろんなそのセキュリティ上の問題っていう情報を共有してですね 対応あるいはまあ,あの一定程度地味な話ですけども国際基準を作るようなこともやるとただまあ実は ITU はですね必ずしも中心的な場ではなくてむしろ民間の ISO っていう国際標準化機構のようなところがむしろまあ大きな役割をですね、まあ、果たしたわけでありますで先ほどもお話ししたように ITU っていうのはですね、まあ、ある種政府関連の機関として セキュリティはある程度まあ関与したいということを言うわけですが、まあ、あのインターネットの世界は基本的には民間ベースだという考えがあり特にそれはアメリカに,にはすごく強いわけですねでそのためある種この ITU というのもです、ね、そういう政治的な対立の場ということになったところもあってです、ね、この2012年にこの規則ですねインターナショナルテレコミュニケーション・レギュレーションというのをまあ改定するかどうかということが問題になったわけですが この時にその中国とかですねロシアだとかイランだとかですね、まあ、そういった国はむしろ ITU がちゃんとそのセキュリティ問題にも関与すよとあるいはまあスパム対策というのが当時問題になるわけですがつまりスパムかどうか見ようと思うとメールの中身を見なきゃいけないんでですねな中身をコントロールするという、まあ、ある意味ではまあ中国とかロシアの主張に近いどこにつながるということもあってですね、まあ、こういうものをどこまでやるかということをめぐって、まあ、かなり対立があってですね むしろこの採決をして結果として、まあ、中国やロシアの意見が通って他方その西側諸国というのは、まあ、あのこれに必ずしもその賛同しないといったようなことがです、ね、起こるということになったわけですでただしこういう新しい問題の対応というのはです、ね、その古典的なその機能的アプローチのところだけでなされるわけではなくていろんなところで対応がなされます例えばそのこれはオランダが中心になってです、ね、世界会議を開いてみたり あるいはその国連全体でもですね、そのむしろ安全保障の観点から専門家会合というのが行われます。でこれはあの今まで5時にわたってですね、まあ、いろんな検討をしてきていて例えばまあ既存の国際法というのがまあ対応されるのか適用されるのかどうかということがまあ問題になりますで例えばですねその、いわゆる重要インフラといわれるようなところはまあ攻撃対象にすべきでないと例えばまあ人道法上ですね あの病院を攻撃対象にすべきじゃないのと同様に、重要インフラも攻撃対象から外すべきだという、そういう議論がなされたりとかですね、あるいはその攻撃を受けた場合に、自衛権を発動してですね相手を反撃できるのかといったようなことが議論され、まあ、あの一定程度合意はできますけれども、なかなかまあ合意はできてないという部分もあります。まあ、そういう中で、ですねむしろその地域的な対応で、ですね例えば ASEAN アアと日本とかですね、 あるいはある種、有志国で比較的考え方が違う国近い国でですね連携をして対応するという、まあ、そういうような状況になっているというのが、まあ、そのサイバーに関する状況であります。でまた、その政府レベルだけではなくて、まあ、インターネットってそもそも民間ベースの世界だったということもあり、ですね、まあ、民間ベースでの対応というのも試みられます。例えば先ほどお話したそのこの コンピューターの,のインシデント、あるいはウェージェンシーへの対応のためのチームというのがまあむしろ民間レベルの組織としてありますがそういったもののまあ国際版というのも1990年にはできていますしあるいは先ほどお話をした ITU がですねその各国、特に途上国にこういうその基本的な仕組みができるかどうかできているかどうかということをまあ評価するということをやるわけですけれどもまあそういう活動にはですねこの民間レベルの組織もですねまあ連携をして対応すると。 といいうことにです、ね、なって以上がですねその、まあ、国際保険の場合それから、まあ、サイバーセキュリティという、まあ、いずれもある種新しいテーマについて、まあ、どういうふうに国際的な、まあ、システムが対応しようとしたのかという、まあ、そういうことに関する、まあ、2つの事例であったわけです。 でまあ、ここでどういう仕組みができてきたのかあるいは何が課題だったのかということを少し比較しながら見たいと思うんですけども一つはその新しいこういう課題に対応する上で,です、ね、いずれにおいてもこの民間主体だったり専門家のネットワークだったりあるいは彼らが中心となるある種の情報共有のシステムっていうのは極めて重要な役割を果たすということがあります例えばその国際保険でいえば g o a r u っという専門家のネットワークのお話をさせていただきましたが そういうところで情報共有をするというのが極めて重要ですしそれが国から上がってくる情報がですね正しいかどうかをチェックするメカニズムとなっているそういう意味ではその国だけではないその民間レベル専門家のネットワークというのが現実に一定の役割を果たしているということになりますで同時にそこで何が重要かというとこの情報共有をどうするかというのがですねやはりそのガバナンスを動かしていく上での重要なまあ要素になるわけです でただ、例えばこの情報共有というのもです、ね、言うのは優しいですけども、まあ、運営はなかなか難しいというのはすで、まあ、にお話しさせていただいたとおりであります。例えば、各国にとって情報をです、ね、例えば感染症が発生したという情報を共有するかどうかというのはいろんな利害に関わってくるわけですね例えばまあ共有することによってです、ね、隣の国がその国境を閉じてしまったらです、ねまあ、経済的に極めて大きな影響を受けるので。 そうするとその過度なですね対応が相手が取らないという、保障がないとですねなかなかまあ情報共有ができないということになります。あるいはその軍とですね安全保障サイドとまあその国際保険のサイドで情報を共有することについてもですね逆に共有するということになると中立的な機関ではないというふうに思われて情報が入ってこないということもあり得るというのも先ほどお話ししたとおりです。 あるいはまあサイバーの世界でもですねやはりそのインシデント情報っていいますかいろんな問題事故の情報を共有するっていうのは、まあ、これもなかなか言うは安く行えは堅いっていうところがあります例えばまあ金融機関なんかがですねいろんなサイバーアタックを受けたっていうのはある種これを共有することは必要ですが逆にそれによってある種の評判になったり評判のダメージを受けたりするってことになるとなかなかまあ情報のシェアができないということになるので。 そういう意味ではこの民間ベースの情報共有っていうのは一定の役割を持ちますが同時にまあ限界があるというのがまあ一つですそれからもう一つはですねやはり特に途上国に関わってくるとですね国の基本的なやっぱりその能力をつけるっていうのが結局は大事になってくるわけですその国際保険の場合であればそのコアキャパシティと言いましたけれども国際保険規則を実施するための基本的なモニタリング何分析の能力っていうのをどうつけるかと いうところがやはりり基礎になりますしそれから同じようなことが、まあ、あのサイバーセキュリティの場合でもあってもです、ね、その各国のそのスター,ートと言われるようなそのインシデント情報の共有なり対応のメカニズムができるかどうかというのが鍵なので、まあ、そういう意味で言うとです、ね、確かにこれは重要なんだけどある種国レベルの役割というのはまあ常に残っているというのが。 この2つののつ世界のですね共通した現状なんだろうと思います。それから最後に少し大きな視野で見たときに最初お話ししたですねこ,ういう国際こういう分野の国際秩序っていうのはどういう形で変わっていくのかっていう変わっていく可能性があるのかっていうことであります。もちろん大きな話としてその戦争や革命によって変わるっていうことはもちろんあって。 国際連盟や国際連合ができたっていうのは確かに第1次大戦と第2次大戦の産物であるとこあるわけですが、まあ、必ずしもそうではないですねやっぱり変化のメカニズムっていうのもあるんだろうと思いますで今日話した保険にしろサイバーにしろまだプロセス途中なんでですねどうなるかはからない世界ではありますけれどもある種の変化の兆候っていうのは見られるような気がいたします例えば保険の世界にですねこれまではお医者さんの世界で WHO の世界でやってきたところにですね 例えばその人道対応のための,その危機管理の人たちがその防災の人たちが入ってきたりとかですねあるいはエボラのようにですね安全保障の人たちも入ってきてある意味では相当違う人たちがある意味では相互作用するようなところにまああの持っていったわけですね。もちろんその相互作用をしとくからといってですね当然その全部を統合したものを作りましょうといってもうまくいくわけはないのである種もう一回住み分けをしたりある種その 異なったです、ね、グループの間のアドホックな連携を作って対応するということになるわけですがそういう分野間の相互作用というのがです、ね、一つの変化の契機になっているということは事実であります。それからサイバーセキュリティともおそらくそういう側面があってです、ね、従来の,その通信の世界とインターネットの世界のぶつかり合いという側面もありますしそれから、まあ、実際にその政府間の機関と民間がです、ね、どういうふうな形でその相互作用して連携をしていくのかということも問題でありますし そもそも、まあ、インターネット自身ですね実際に、まあ、あのいろんな分野で使われるってことになるとその通信だけの部分とですね実際のそれぞれの応用分野の、まあ、カルチャーっていうのは結構違うわけでどのぐらいの安全性を要求するかっていうのは金融機関とですね例えば他の利用方式では当然違うのでそういうその横断的な相互作用の中で新しい秩序が出てくる、まあ、出てくる可能性があるっていうですね まあそういう変化のメカニズムをまあ示唆している部分もあるのではないかなというふうに思います。えっと、まあ以上、少しあのちょっと急いだ形であのお話をさせていただくことになりましたがまあそのグローバルなメカニズムにおけるその新しいリスクへの対応なりですねあるいはそこに見られるまあ変化のメカニズムということであの秩序とその再生という文脈の一つの例としてあのお考えいただければというふうに思います。 えっと、じゃあここまでとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。